大輔さんがあのアイスダンスの方、はいまあ昨日ですかね、初めて大会で滑られましたけれどもデビュー戦が NHK 杯というこれ以上ない舞台が用意されたのではないかと思うんですけれども村本高橋組が指導してまだ10ヶ月1年満たない中でこれだけのパフォーマンスができるっていうのは素直に驚きました。それは私だけじゃなくて、えー、スケート関係者 あるいいは一般視聴者の方々も思思われたと思いますコロナ禍ってこともあり全然情報がなかったでまあ私はテレビ東京のいくつかのフィギュアスケートイベントで解説を務めておられますけれどもその中でこう村本高橋組の練習の風景がこう映像が入ってきたりしてそういう中でちょこちょこは見てましたけれども全然そのだ 断片も断片の映像しか見てなかったのであこれがこういう演技になってたんだって驚きましたね、まあ、私のみならず村本高橋組に関しては情報が少なかっただけにこのデビュー戦まで皆さん、そういう意味ではサプライズだったんじゃないでしょうかね、ここまでの演技を見せてくれるんだっていうことは、驚きだったんじゃないでしょうか、はい、町田さんから見て、どういうこの良さ、高橋選手の良さがアイスダンスも生かされてるなって。 のあの私はちょっとアイスダンスの専門家ではないのであの細かい技術的なことは解説が申し訳ないんですけどできないんですが、えー、かつて日本代表を務められていた木戸昭之さんがですね、えー、村本高橋組がし指導するときに高橋さんは、えー、もう、まあ、シングルとしての競技歴がすごく長くて。 もう百戦錬までいろんな舞台経験されてもちろん持ち前のステップだとかそういうストロングポイントもあるそういうところが、えー、多分すぐに効果を功を奏しておそらく一瞬である程度のレベルまでいくと思いますっていうことで予想されてましたただその上でアイスダンスっていうのの特徴ユニークな特徴はやはり2人一組になってアイスダンス特有の組男女と組むあの フォームがあるわけですけれどもあのまま滑っていくことはアイスダンス特有の動きなので、えー、それをマスターして従前にこう発揮するためには5年から10年かかるっていうことを言われてましたやはりそういう意味では、えー、シングルの出培った技術とか経験というのは大いに多分アイスダンスにも反映されるんですけれども一方で、えー、シングルとアイスダンス全く別の言ってみれば言語 な部分もあるわけですね。通用しない部分、全く別の独自の部分というのがやっぱアイスダンスにあって、技術とかあの身体感覚とかっていうものはやはり五年から十年かかるっておっしゃってたんですよ。その通りだと思うんですね。ここがスタート地点で世界のトップオブトップは二百二十点台を出しています。のでそこまでいかに、えー、そういう継続、一年一年歩みながらそこにじりじりとあるいは まあ一気に行くのか分からないですけれどもやっぱり歩み寄っていく登っていくそのスタート地点原点起点だと思うんですねそういう意味でここまで高いスタート地点を作れたってことは非常に良かったんじゃないかなと思いますただ世界の壁は高いしもちろん日本の壁だって高いです今回3組出場されましたけれども優勝された小松原美里これとティム組長年の経験とあの で培った技術やまあ磨き続けてきたプログラム、一つの作品として届けるっていうような力がやはり今回も生きていました。なかなか日本もあの切磋琢磨という状況が生まれています。でもちょっと前まで、私が現役だった時代、つまりまあ2014年くらいまでですよねというのはアイスダンスはなかなかまだまだ競技者カップルが少なかった、で切磋琢磨っていうような状況になってなかった。 村本高橋組が参入してきて結構あの他の他組もピリついいたと思います要はそのまだ10ヶ月にも満たないカップルにいや負けてたまるかっていうようなあのプライドもあったでしょうしとりわけ優勝された小松原・是ト組はやはり全日本王者現王者として自分たちはその 国内トップの座を明け渡さないっていう矜持とプライドっていうのが見えたし一方で競技成績だの国内の立ち位置なのっていうそういう見方を変えればちょっと邪念にもなるようなことは置いといて今ここであのコロナの中ででも観客を入れてできるこの NHK 杯という中でいかに自分たちが磨いてきた作品を届けられるかっていうその一番大事なところにもフォーカスが当たっていて。 結局何が言いたいかっていうと非常に今日本のアイスダンスがいいムードにあるっていうことです切磋琢磨ライバル同士が切磋琢磨していくっていうその状況が日本でも生まれつつあるということは本当に喜ばしいことだと思います初めてなんじゃないですかね日本でやっぱり国内の競技力を上げていこうと思えば国内で切磋琢磨ライバルがしのぎを削るような状況を作り出すっていうことが一番手っ取り早いんですよその コンディションが今日本でも気づかれつつあるっていうのは本当にあの喜ばしいことですし間違いなくこれから日本のアイスダンス界が面白いことになっていくのと思うのでこの機会にぜひあの視聴者の方々にはアイスダンスも今までシングル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 しか注目されてこきませんでしたけれどもぜひあのシングルだけじゃなくてアイスダンスペアそしてシンクロナイズドスケーティングという集団で踊る競技もあります。 そういういシングルとは違うカテゴリーにも目を向けていただけたら嬉しいですねもう全然違う畑じゃないですか、はい、そこに改めて挑戦するこの高橋さんってどう映っていますかこいさいんと。思いますよね言ってみればシングルであれだけの戦歴があり知名度もあり人気もあり。 アイスショーの世界でもバリバリ活躍できてなはずなんですよだけれどもそのポジションに安住せず次のキャリアを開こうとしているってその常にチャレンジャーであろうっていうその姿勢が非常に感銘を受けますまあどんなキャリアも一緒だと思うんですけれども必ず山あり谷ありなんですよ木戸昭之さんもおっしゃってたように継続が大事なんです5年から10年継続することで 2人人人組が2人で1人みたいな次元までお互いのことを知ってパフォーマンスが融合していくっていうようなところまで次元に来ればいいですし私もそこまでぜひ極めててしいなっていなう,うには思ってます今回あの印象的だったのが本当にまあこれ別に村本高橋組だけではなくあらゆる全てのカップルがいることですけどでも村本高橋組は 今回デビュー戦で特に感じたんですけどやっぱり密にコミュニケーションを取ってちゃんと目を見てなかなか普段人って目見てコミュニケーションなかなか取れないと思うでそういう中でこうちゃんと目を見てまっすぐ見据えて相手のことを思い合いっていう姿勢がすごく印象深くてこれはダンスの領域では2人女性と踊る時は女性を立てる男性は女性を立てるわけです。男性が決しててて前に出ていくっていことは あまりよろしくない世界です中でしっかりと高橋さんが村本選手をサポートし引く時は引いてあの村本選手を立ててっていう姿勢がとても見えたのでいいカップルだなというふうに思いましたしそれを見てあこのカップルは長く続いていくんだなっていうような確信を得られた。だからそういうい意味で長く続けて ぜひあの行き着くとところままでで極めて欲しいいいうにうに思います本当に別の言語なんですよ同じスケートで氷の上で踊ってるんだけれどもだから視聴者の方々はそんなに同じスポーツ同じスケートじゃんっていうふうに思われるかもしれないんですけどやはりシングルとカップル競技っていうのは全く別の言語を話していると言っても過言ではないくらい別なんです。そういうい意味で まあ高橋さんは言うなれば新しい言語を獲得しよう感っていうかその言語で何かを表現すること、まあ、つまりプログラムを表現することはどんな感覚なんですかシングルとそういう意味では言語感ってどう違うんですかってところをちょっとディスカッションさせていいたただきたいですよね、はい、村本高橋組じゃなだけじゃなくて日本のカップル全員があの頑張っていますから。 あの視聴者の方々には日本アイスダンス界全体を応援してほしいと思ってます。